はい、こんにちは、幸先生です。今日は色水とスポイトで造形遊び、1歳半から5歳さん、発達障害児さんも一緒に楽しめるような造形をご紹介していきたいと思います。こんな素敵な作品が作れますので、ぜひご覧ください。はい、和紙には習字紙よりも強いもの、おすすめは板締め紙です。これを半分に切って使っております。まずは紙を畳んで色水につけてみた動画からご覧ください。これがつけてみたところですね。こんな風に段ボールをビニールで包んだ下敷きを人数分用意しておくと便利です。広げるのはなるべく大人がやってあげましょう。和紙は破れやすいのでご注意ください。1歳半から5歳さんまで幅広く楽しめる造形遊びです。容器の準備です。プラカップの底に両面テープを貼って、紙箱やバット、ティッシュ箱などでもいいので、貼っておきます。ひっくり返したくなる子もいるので、色水周りには大人がいると安心です。くっついてると半分くらいの子はこの場で使うものだと理解してくれます。言って聞かせられる子たちには卵パック低いもので大丈夫です。3人に1箱以上を用意しておきましょう。2人に1個ぐらいでも余裕があれば用意してあげてください。その他の材料です。ビニールの先ほどご紹介したような下敷き、水彩絵の具、スポイト、水、手拭き、板締め和紙、これは半分にカットしたもの、それに古新聞を用意してください。はい、くっつきましたね。一つできました。さあ、ここからの試作は卵パックで行っていこうと思います。水彩絵の具は、別に三原色じゃなくても大丈夫です。好きな色で使っていきます。ビー玉ぐらいの量を出しておきましょう。さくらんぼだとちょっと大きすぎるかなと思ってビー玉って言ってます。で、このようにわざと間隔を空けると、後で子供が色を混ぜて遊ぶスペースができます。あ、お兄ちゃんの手が使い終わりぐらいのものでやっています。絵の具と水は1対3です。水を入れていきます。はい、混ぜていきます。本番、子供たちの前ではストローで混ぜました。これはタンポで混ぜてるのでちょっとまずいですね。これ混ぜさせてあげても喜びます。一生懸命混ぜてくれるので、ストロー持たせてあげれる子には、混ぜさせてあげてください。お母さんと一緒なら、多少混ざっても気にしないで大丈夫ですよって声かけしてあげてください。混ざるの楽しいですね。はい、綺麗に混ざりました。和紙の登場です。ここから試作してみますね。スポイトに入れてポチョン。スポイトなんですけど、これ教えなくても2歳さんがあっという間に使えてしまって、とっても驚きました。ストローでも大丈夫なんですけど、スポイトがやっぱり面白いみたいで、普段使わないし不思議で面白いって夢中になってくれましたよ。ちなみにこれ発達障害のお子さんたちとやったんですけれども、本当に上手に使っていました。2歳さんぐらいでしたかね。幸先生もとても楽しんでおります。こんな風に髪を傾けても楽しいですね。
さだんだん大胆に使えるようになってきます。こうたらーっと垂らす垂らし込み技法っていうのがあるので、それを和紙バージョンで楽しめますね。よくにじむのでとっても面白いと思います。終わってからも広がる様子、乾くと色が明るくなる様子も一緒に観察するといいですね。はい、ここからは畳染めももう一回やってみます。髪の畳み方は、コンパクトに卵パックにつけられるような形であれば何でもいいんですけれども、畳み方は四角でも三角でも持ちやすければ OK です。また一回つけたところでももう一度つけてあげても大丈夫です。まあ破れるほどずっとつけてる子がいたらちょっとちょんちょんだよって教えてあげるといいですね。こんな風に大人が見本を示すとみんな目で理解してくれます。さあ広げるときは大人もワクワクですね。特にこれは和紙なので、なかなか想像もしないような柄が出てくるんじゃないでしょうか。付け具合でね、白が残るのもとっても綺麗だと思います。さあ1枚完成です。これをさらに乾かすのには新聞にのけてあげてください。このようにフィンガーペイントと組み合わせても楽しい造形遊びになります。飽きずにずっとできますね。いかがでしたでしょうか。このチャンネル気に入ってくれた方は高評価、チャンネル登録もお願いいたします。ありがとうございました。